はい、こんにちは。次に、ご紹介するのは最高に楽しい間取りの図鑑なんていう本ですね。でここにちらっと書いてあるんですが、間取り図のどこが楽しいのか、小説を書くことを正業としている僕の心を使わせてもらうなら、そこには人生や暮らしという物語が潜んでいるからなのだ。なるほどね。まあでもこれ間取り、すいません、文字が間違ってたり読み方が間違ったらお許しください。この間取りなんですが、このやっぱり間取りとそれから部屋のつながり、明かり、それから階段の位置、物入れの位置、これまあ一般のモデルハウスとかで、簡単に頼んでしまって作れてるっていうものよりもちょっと込み入ったっていうか、込み入ったっていう表現は変ですね。一生懸命考えてその流れを考えられた、生活の流れだとか、人の動き、その一つ一つが物語としてつながっていくような生活空間、まあそういったものが毎日毎日の生活の中で話、物語が構成されていく、そんな間取りを作っていきたいというような意味合いなんでしょうかね。なかなか素晴らしい感じなんでしょうね。唐突感を出すとか、あるいは鑑賞体としてとか、天井面に明かり取りとかですね、こういろいろな、ものと、まあ、もちろんその和室っていうものの用途っていうのもこれ非常に難しいですね。だいたい最近は洋風のうちばかりになってしまって、ごく一部和室を残す、日本人の心を残すっていう意味で和室がちらっとあるんですけども、まあ逆なこと言うと全部和室っていうか和風のうちをもっと重視してもいい時代になったのかなっていう気がしないでもないですね。そんなようなこう建物を建てる、まあ私は自分でもプレハブメーカーに依頼をして、まあ、ちょっと自分でも考えましたけども作っちゃいましたけど、やっぱりこう時間をかけてこういったものを作っていくっていうのも非常に、こういう家を自分で考えてじっくり考えて、あるいは建築家の人と考えながら作っていくっていうのも、まあ、非常に良いことなのかもしれませんね。そこに物語が生まれ、自分の生活がの物語が毎日気づかれていく、そんな楽しい生活ができるのかもしれません。これ非常に興味深い本でした。